利休織部と来て、今度は太閤秀吉ですか。嬉しいやないですか。愛も変わらずくすぶり続ける古美術商がついに大出世。大阪秀吉博総合プロデューサー。目玉は未だ発見されていない秀吉の器、鳳凰。こしらえたらええんとちゃいます。はい。贋作を頼んだのはいつものしがない陶芸家。俺と秀吉のロマンを紐解いてみないか。秀吉が茶を立てる器を俺が焼くてか。そんな骨董コンビの前に現れたのは謎のカリスマ波動アーティスト太閤。鳳凰の夢を見たんです。鳳凰は太閤が波動で見つけ、太閤秀吉博を開催します。秀吉博同時開催。本物の鳳凰を持っているのはどっちだ。潰しにかかる気だな。太閤秀吉の宝には夢のまた夢、不思議な力がありました。波動と亭主は信じたもん勝ちです。産物が出回るということは何が起こるのかわからない。それがロマンですよ。終わり良ければ嘘もよし。シリーズ最高の結末に。ちょっと待って、どういうこと。天下のどんでん返しはどう出る。嘘800、なにわ夢の陣。